緊急警報システムとは、1997年1月1日に施行されたによって1994年11月に、認可アメリカ合衆国の国家警報機構で、緊急放送システムに代わって導入された。システムは、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁、連邦通信委員会、そしてアメリカ海洋大気庁によって、共同調整された。 システムの規則や基準は連邦通信委員会の公衆安全、祖国防衛事務局によって決定された。サージュイゼンデックユニット緊急警報システムで送信される情報はデジタル符号化された地域を識別する信号のヘッダー、注意信号、音声アナウンス、およびデジタル符号化されたメッセージ終了マーカーの4つの部分で構成されている。セームヘッダーは 緊急警報システム設計の最も重要な部分である。政務には警報の発信者、災害の簡単な説明災害の影響を受ける地域、災害発生の予想期間、警報が発表されたされた日時、及び発信元の放送局の識別に関する情報が含まれている。大統領の発表をその他の放送局や優先放送に配信するために、 プライマリエントリーポイントシステムに全国的主要放送局として指定された77のラジオ局がある。緊急警報システムによって全国に対して放送される緊急放送は大統領または大統領に指名されたものがペップシステムを介してイーズで発表することを放送局に通知するものである。アメリカ政府はこのシステムにより大統領が 国家緊急事態の際に10分以内に発表できるようになると述べている。ゴーマン・レッドリックラックマウント CAP2 イーズコンバーター。CAP 形式のアラートを同じヘッダーに変換します。テレビで示されているように2014年4月15日にニュージャージーで送信された必須の月次テスト2018年1月13日。 ハワイへのミサイルの脅威を警告するご警報が発令されました。ありがとうございます。